ジェリコ・コムシッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナの政治家。現在、同国の大統領評議会で、クロアチア人代表を務めており、2021年7月20日より6回目の議長。以前は、社会民主党の急先鋒であったが、同党が、連邦議会の多数派形成で、クロアチア民主同盟と合意に達した2012年7月に、離党した。主として、 ボシュニ人から選ばれたため、クロアチア人の間では彼を不正な代表とする、見方がある。サラエボ大学で、法学志望を取得し、ワシントン DC のジョージタウン大学、エドマンド・エイワールシュ外交大学院に学んだ、弁護士である。ボスニア紛争で、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国陸軍に従軍した、経験があることから、同国最高位の軍人勲章である黄金の、ユリ勲章を受章している。 戦後ボスニア・ヘルツェゴビナ社会民主党に入党して政治活動を始め、ノボサラエボ氏の主会議員となった。2000年に同志市長に選ばれた後、サラエボの副市長を2年務めた。1998年に民主変革同盟が政権を取ると、中友ゴスラビア大使に任命され、ベオグラードに赴任したが、SDP が再び野党に転落した2002年の 総選挙後に退任した。コムシッチは、社会民主党に3人いる副代表の一人である。2006年の総選挙で、コムシッチは SDP から、クロアチア人大統領に立候補した。結果、投票総数の39.6%に当たる116,062票を獲得し、クロアチア民主同盟の異防、ミロヨビッチクロアチア民主連合1990の ボジョルビッチ労働と向上のための人民党のムラデンイヴァンイコールリアノビッチクロアチア人の権利党のズボンコユリシッチイレナヤボルコリエニッチを抑えて当選10月1日に就任した。HDZ の分裂により母主役病の多数がコムシッチに流れたことが彼の勝利につながった。ほとんど母主役人によって選ばれたことからクロアチア人は彼を不正な代表と見ている。 大統領評議会のボシュニャク人代表であるハリス、シラジッチは2008年5月、訪問先のワシントン DC で、ボスニア・ヘルツェゴビナには一つの言語しか存在せず、それに三つの名前があるだけだと述べた。この声明は、クロアチア人政党やスルプスカ共和国のミロラド・ドディク、首相から否定的に受け止められた。コムシッチはこれに対して、彼は、 そのようなことを言う立場にはないと反論した。2010年に国立民主研究所が行った調査によると、募集逆人の間で最も人気のある政治家はコムシッチである。同年の総選挙でも全体の60.6%の337,065票を獲得し、HDZ のボリアナ・クリシュとクロアチア連合のマルティン・ラグジュ・ NSRB のイエル・コイ・バンイコールリア、 ノビッチペロがリッチ、ミレクトレフェルドがリッチを下して、再戦を果たした。ありがとうございます。